暑いかな。今日25度とか行くんだよね。大丈夫か半袖で、ね、多分荷物多いし。今回7弦ハイブリッドギター持ってってみようと思います。譜面台とかケーブルとか入れたらこんな感じで、これだったらまあ今回使うか分かんないけどね、最終的にいつも通りギターとペダルボードで行くかもしれないけど、まあ、これで済むんだったらむしろ少ない、いいよね、重いけど、まあ試しに、はい、行ってみます。これで様です。今日は、10月16日です。はい、今日はですね、リハですね、これは銀座のハートカクテルバーテンダーの七重さんのプロジェクトで、長野で演奏をするというのがですねありまして、それが確か11月の、9からですね2日間やってくるんですけども、それのリハです。で、例によって私は、絶賛 DVD の編集こっちやってますね。はい、これをやっていきますよ。なるべく午前中に、やることリストを進めると。で、こっちは Vlog です。またトランスコードで、じゃあ先に DVD の編集からいきますかね。もうね、最近は交互に編集やってます。飽きたらこっちみたいなで、こっちが飽きたらこっちみたいな感じでね。で、それも飽きたらなんかこう、なんつうの、買い物行くとか料理するとか、気分転換に別のことをやるっていう、なんとかね回してますね。で、今月はですね、盛りだくさんで、なんか10月平和だなみたいな、なんもないなみたいな感じで多分言ってたんですよね。9月までバタバタで本当にね大変だったんですが、ようやく落ち着きそう。10月はそこまでなんかあちこち行ってとかないと思います。平和です。そんなことはなくて、月末めちゃくちゃ忙しいです。こっからやばいです。イズマティック、はい、メタルバンドですね。ジェフのプロジェクトです。こちらがライブが今月あるんですよ。これがですね、来週の木曜日26日で、リハがこれ1回しかなくて23日月曜日ですね。で、25、27でアダムにイベントを任されておりまして、それもやります。でこれね、26もお願いって言われたんだけど、これはもうイズマティック入ってるから無理ですよってことで、はい。で、さらに、そのハロウィンパーティーですね。日本橋のスタジオで、私やってますけども、ヒルトンでのパーティーがあって、そこもバンドで出演しますんで、バンドの準備をしなきゃいけない。セットリストとかいろいろ。で、今回メンバーがね、まあ、いつもそうなんですけど、急なんですよね、このバンドの発注が。だから、メンバーがね、揃わなくて、いつもの、メンバーじゃないですね今回ね。で、さらに11月に入って、そのパーティーの2日後、ヒルトンでまた何かしらのこれイベントがあるということで、やばいです。慎重にいかないと、やることリスト。これの01 OK 鍵出しで、こっちにかけた時間のメモですね。これで今日あと1個というか、まああと1個ぐらいの比重のある最初にやったバンドの後半戦みたいなやつを今日あと出せたらいいな。
よし。あ、洗濯物。いや、天気いいわ。気持ちいい、これは。結構重たいね、これはこれで。これはね、上着着てこなくて正解です。暑い。はい、リハーサルが終わりました。結局、この7弦で全曲やりました。難しいなっていうところはありますが、でもね、可能性をかなり感じております。めちゃくちゃ楽しいこの楽器、もっと弾けるようになりたい。ただ本番で使うかっていうとまだちょっと怖いな。今回の七重さんのセットリストはほとんど今までやったやつと一緒でアレンジも変わんないから、七重さんの弾いてるフレーズっていうのは全部把握してるんですよね。なので作りやすいっちゃ作りやすい。それ用に間に合うかな。これがメインですから。育っちゃって育っちゃって。